静岡地区の普通電車の車内からおはようございます。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりフランだよ。ゆっくりチルノだよ。前回は鶴見線に乗車して浜川崎に行って、その後は静岡までやってきたわけだけど、いろいろ事情ありで今回で関東遠征の動画は最終回の予定だよ。なるほどな。この後はいろいろあるからな。で、今乗ってるのは熱海行きの普通電車だね。これで熱海まで乗車していく感じかな。いや、今日は沼津まで行って、そこから乗り換えていくよ。途中の沼津までの乗車なんだな。ということで、ラブライブの聖地としても有名な沼津で下車だぜ。映像で見てわかる通り、今回は1日9本のみの丹波前管内から釈丹波に直通する東海道線の小金井行きに乗車していくよ。東海道線とかを走る列車は大体が小田原か熱海あたりを始発とするよね。今回はこの電車で首都圏まで北上していくわけだね。丹波前の車両を横目に釈丹波の E231 系は沼津を発車だよ。ここから熱海までの区間、沼津、三島、関南の3駅は丹波前の管理している駅となってるね。沼津始発の熱海方面の列車はとにかく癖の強い列車が多いのぜ。今回乗っている列車は違うけど、沼津始発の一部列車で宇都宮駅があるんだけど、沼津と黒磯を結ぶ列車が廃止された現状、その列車が釈丹波の車両を用いて首都圏を走る列車としては最長だよ。その他にも沼津始発三島行きという1駅で終点になる電車や、沼津始発熱海行きなんてものもあるぜ。熱海方面に行く列車は必然的に短距離列車か長距離列車の両極端に分かれるんだね。まあでも長距離の場合は E231 系か E233 系が用いられるから、乗り間違えることは絶対なさそうだな。ラブライブサンシャインのラッピング電車でおなじみ、伊豆箱根鉄道と合流して三島に到着。もともと熱海ルートができるまでの東海道線は御殿場線ルートだったけど、当時の三島駅は御殿場線の下尖駅の旧駅名だったそうだね。今じゃこっちの三島駅が新幹線開業もあって街の中心部になってるね。旦那トンネルを通って静岡県内の東海道線の最東端、熱海に到着だぜ。ここで短い丹波前の区間が終わって、本格的に釈丹波の区間に入っていくわけだね。てか、東日本の車両が東海に入るけど、東海の車両が東日本に入ることはないのかな。かつては東京と静岡を結ぶ各駅停車が東海の車両で運転されてたけど、需要の関係と新幹線の影響もあって廃止されちゃったよ。今はない感じなんだね。まあそれにたった9本の列車の使用量なんて、丹波前にとっては蚊に刺されたどころか蚊が止まってちょいかゆい程度のダメージだからな。新幹線でもたくさん稼いでるから納得だね。ちょっとさっきはグリーン車に乗車したんだけど、謎に車内の乗務員に理由も告げられずに追い出されたよ。なんか久々にイラッと来てしまったのぜ。まあグリーン車に乗ってたらこういうこともあるんだねって肝に銘じておこう。なんだかんだあったけど、湯河原に到着。まあこの湯河原で電車降ろされないだけマシ。釈丹波の東海道線で最も利用客数が少ない根府川に到着。結構この区間は海に近くて景色がいいのぜ。お、隣には特急湘南が停車してるね。沼津から大体40分で小田原に到着だね。ここには小田急も乗り入れてたり、ようやく東日本らしさが見えてくるのぜ。てか E257 系って4列グリーン車なの。なんか東日本だとグリーン車と普通座席の差がないような特急が多いそうだよ。そう考えたら近鉄特急って JR の特急自由席レベルの値段で、グリーン車の上位互換に乗れるとすればエグいな。構図の手前で御殿場線が合流。確か伏線に見えてあれただの車庫線と単線の線路だったっけね。丹波前の列車がやってくる最東端の駅、神津に到着。この駅で30分ぶりに丹波前の313系を見ることになるね。ちなみに来年のダイヤ改正の後からは315系が御殿場線経由で、この神津駅まで来るそうだね。静岡地区でも315系が増えるんだね。一人でいうところの西明石駅ポジションの駅、平塚駅に到着。西日本なら関西都市圏が西明石からの区間だとすれば、東日本は平塚から先が首都圏だな。まあほぼ個人的な意見でしかないけどね。
正直と合ってないメロディを聞いたところで、この駅から連結した後ろの E233 系に乗車だよ。E233 系に乗車して数駅進んで大船に到着だぜ。ここからは横須賀線が合流してきて、京浜東北、根岸線も走るからいよいよ大都会の様相が見えてきたね。おっと、隣の電車も E231 系たす E233 系の組み合わせなんだね。でもあっちは御用の方が E231 系っぽいね。ということで、沼津から約1時間と45分で、日本でも有数の港町横浜市の中心駅、横浜駅に到着だぜ。それじゃあこの駅で下車するよ。ということで横浜駅について今回の関東遠征は終わりだよ。ちなみにこの後は友人といろいろ首都圏を回ったのぜ。ほぼラブライブの聖地巡礼目的だった感じだね。でも鶴見線とか今新型だらけだし、乗車してよかったとは思うね。まあもしこういう動画が未来で重要な記録になるなら撮っておいて損はないってもんだぜ。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいよ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。